あの、パラプンテジェルサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は北九州対長野のプレビューですね。やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。 い,うことでいや本当北九州、前回最高の形で勝つことが、えー、できたんじゃなかろうかというゲームになりましたが、まあ、ただ、選手が最後、えー、決めてくれましたあんだけね鳥取に攻め込まれながらも最後、えー、勝ち切ることができた2節以来の勝利ということなんで今回はねホームでしっかり、えー、勝ってほしいそれこそ2節以来の、えー、ホームね多くの北九州のサポーターの前で、えー、勝ってほしいというところでございましたさあこの試合の注目点やっていこうと思ってますよろしくお願いいたしますと。と いうことでも出してますけどもね、北九州対長野というところ、現在北九州勝ち点が10で20位、まだまだちょっとね、これ、残留圏内には。 届いてておりりませんのででししっかり買っか買残留圏内に、えー、顔出したいところで対数長野は現在8点が20で、えー、8ちょっと最近どうなんだ、調子を落としつつあるのか、長野に関してもね、まあちょっと注目のチーム、シュタルフ監督がね、えー、素晴らしいチーム作ってますし、まあ、神戸戦の,後のあの発信力もそうですけれどもねいや、個人的には好きなタイプの監督なんでね、ねちょっと注目しているんですけどもね、ちょっと順位的には苦しんでいる長野にはなってきますね。で えー、これが直近5試合、両チームですけれどもね、えー、北九州、一応2試合連続で勝ち点を稼ぐことができておりますね。まあ、奈戦ではドロー、そして鳥取戦は途中後ろ5枚6枚で、えー、守るみたいな時間帯もありまして、なんとか、えー、1え、一度での勝利とね、ねいうところですね。で、えー、対する長野が、だから現在4連敗中と、 えー、いうところには、えー、なってきます、まあえー、僕はウラレッツサポーターなんですけどもね、えー、木原選手が、ね、長野の方に行ってますので、ちょっと、ね、長野の方での、えー、活躍というのを期待したいんですけれども、その長野の現状、まあ、なかなかそんな試す余裕はないんでしょうかね。えー、現状4連敗中で、本当苦しんでますね、まあ。長野も、ね、優勝候補と言われながらも最近勝てていないんで、この試合しっかり、えー、勝つことができるかどうか、まあ、連敗止めることが、まあ、できるかどうか。ただ北九州もさっきも言った、ね、2節以来での、えー、ホームへの勝利というのがかかってますで、 でそこはちょっと期待したいところにはなってきますけどもね。はいんで、これがまあ北九州と長野北九州3連敗中なんですね。まあ、勝てない中、直近3試合の対戦結果にはえなっておりまして えそれ以外の数字で言うと、ここがやっぱ分かりやすいですけどもね、え、チャンス構築率で言うとですけどもね、長野がだからオフェンスで言うと、ねだから北九州とはちょっと逆かな、え、北九州はオフェンスをしっかり攻撃することができているんだけども、最後のとこで決め切ることがえできない。しかし長野に関して攻撃の回数はまあリーグでえー真ん中ぐらいで、チャンス構築率はそんな高くはないんだけれども、最後のとこしっかりえ決め切る能力がある、まあ得点力とね、え、手術成功率は高いというチームには、 なってきますね。で、ただ、守備のところ、両チームともですけれどもね、やっぱディフェンスのところの、え、課題というのはありますんで、うん、ただ、長野に関しては、非シュート成功率が、まあね、6位なんでね、最後のとこ、しっかり締めてくる、そんな、まあ、ところでしょうかね。はい。 ん,んで、それ以外のところで言うとですけれどもね、得点パターン。これは、え、長野分かりやすいですね。え、得点パターン、セットプレイから8点取ってるというのは、え、長野にはなってきますんで、ま、北九州からしたらですけどもね、ま、変なファウルは避けたいですよね。ま、ゴール前での変なファウルはえー避けたい。それが直接決まりつな位置であっても、ま、ちょっとね、サイドの深いところからであってもですけども、変なファウルは避けたいというところにはえなってきますんで、 あと、長野はこぼれ球からの失点が一番多いんですね。なかなかないですけどもね。うん、大体ね、セットプレートはクロスからの失点がね、どこのクラブも多いっていうのが特徴なんだけども、しかし、まあ、長野はこぼれ球からの失点が、まあ、多いんで、その後の処理でしょうかね、ゴール前シュート放たれた後のこぼれ球の、えー、処理とか、まあ、クロスの跳ね返りとか、そういうところを、えー、での集中力がちょっと欠けているのかもしれません。この辺はちょっと映像を見ていないんで、なんとも言えませんけども、しかし、まあ、こぼれ球 ししっかり詰めて欲しい、まあ、シュートを放った後何か起きるんじゃないかというところは北九州も狙っていってほしい、意識してほしいところにはなってきますけどもね。で、チームの得点ランキングで言うと山本選手と新選手ですね。シ、まあ、新選手に関してやっぱりね、これ、えーね、昔からストライカーキーストの選手と言われてましたけど、まあ、J3 では大活躍中というところ、まあ、確か元群馬の選手じゃなかったかな、この選手、確か元群馬と思うんですけどもね、この新選手にはなってきますけども。 ですね。やっぱ、群馬。まあ、愛媛、あ、そう、愛媛もいたんだ。えー、愛媛いたんだ、昨年。僕はな、群馬のイメージですけどもね。読んでもストライカータイプの選手なんで、ちょっと、新選手の動きというところは、ちょっと抑えてほしいところには、なってきます。で、アシストに関して、やっぱ、宮坂ですね。まあ、彼もね、昔っから、これもうね、松本山が時代から嫌な選手でございましたけどもね。えー、3アシスト決めていまして、セットプレーって言ったら、宮坂選手のイメージがあるんで、やっぱ、セットプレンのキーは、これ、宮坂選手の右足というところが、警戒ポイントには、えー、なってきます。で、 これは90分間換算の平均スタッツでございますけれども、まあ一瞬平均得点率でと1.5得点。最近はね、どうだの難しいかもしれませんが、やっぱ序盤戦は点を取っていたイメージが強い長野になってきますが、まあ1.5得点という、え数字ですね。それ以外で言うとしっかり中盤でプレスかけてきますね。タックル本数が。リーグで4番目であってとか、インターセプトの数も多いので、やっぱ中盤でのこのハードワークっていうところは、え長、ー、野の特徴の一つにはなってきますね。はい。 んで、これが両チーム前回スターティングメンバーですけれども、やっぱりね、山本選手中存在は異色ですね。まあ、長野って言ったらやっぱ昨年ぐらいからですが、僕の中では山本選手のイメージが、えー、あるんですけれども、山本選手がいて、アンカーでそれこそ J2 で、えー、長年プレーしてた西村選手をいます。まあ、やっぱ西村選手のアンカー気持なんか面白い感じが、えー、しますけども、本当ボランチとしてはね、J2 の J2 時代からちょっと結果を、えー、残してた西村選手いますしね。ってことで言うと、やっぱ長野に関しては、あと佐古選手いますもんね。 バックの左サコ選手もいますんで、まあ、この辺をしっかり、えーね、北九州打ち崩す,す,すことができるかどうかというところでしょう。で北九州に関して僕はやっぱ長野はね好きな選手なんですけど、もねうんなんか結構やっぱりこう運動量が甘いねとか言われますけれども、もただね運動量がないというのもまあ、サッカーでも走ればいいともうでも、えー、ないですし、ね、どこの位置でどういう仕事をするかやっぱり。 大事になってきますそんな中で、長野選手のボランチっていうところ、確か守備の強度は足りないんですけどね、えー、ディフェンス面に関しては個人的に長野選手、もうちょっと、えー、やれんじゃないかっいとありますが、ただそこはやっぱ選手の特徴にはなってきますんで、まあ、長野、岡野、岡野みたいなこう、ね、しっかりハードワークできる選手が長野選手と組むことによってですけどもね、まあ、お互いにいい効果を発揮できるんじゃないかっていうのは、えー、ありますね。で、まあ あとは、長野もそうですけれどもね。あとは、ボランチのところだから、伊沢選手とはこの辺がもっと、うん、頑張ることができれば、ゲームに絡むことができればいいんでしょうけれども、多分、北九州のボランチ、みんながこれいい昆虫で、ね、あればですけど、長野、伊沢のコンビっていうのが結構僕は最適化な感じがするんですけれども、しかしまあ、そのね、岡野選手とかね、若手選手の活躍も、えー、目立っておりますんで、この辺、ダブルボランチのコンビってところ、ちょっと注目点には、えー、なってきますが、さあ、えー、今週北九州しっかり勝ってですけどもね、まず、残留圏内に顔出したところでございますけれどもね。はい。 ってうところうようにますね。以上、パルプ,ロプロンテージ、ジュサッカーチャンネルのつつんでしたよかったらチャンネルでござます。さらっ。